はい、こんにちは、116ウィンズです。いよいよ3月に入りまして、まあ結構ですね、スプリングトレーニングの試合なんかもまあ盛り上がりを見せ始めているところなんですけれども、まあちょっと別の意味で盛り上がっているのが、まあ先日もお伝えした通りに、まあヒューストンアストロズの試合がまあちょっと異様な雰囲気の中で今行われていると。ファンたちがですね、アストロズを煽ったりですとか、あとはまあ選手たちがこう、まあ意図的かはわからないですけれども、まあデッドボールを受けたりとか、まああのサイン盗みの余波っていうところが、まあ結構あの試合の方にも出てきてはいるんですけれども、ちょっと思い出してほしいのが、アストロズ以外にも、まあ、サイン盗みをしていた球団が実はありまして、でそれがボストンレッドソックスなんですけれども、こちらのレッドソックスに対する調査っていうのも、まあ、今 MLB の方で行われているというふうには言われているんですけれども、まあ、すでに3月に入ったんですけれども、まだですね MLB からの調査報告というのが出てきていない状況です。当初ですね MLB はスプリングトレーニング開始までにレッドソックスに対する調査も終わらせたいという話も結構出てはいたんですけれども、まあただですね、まあ今日3月3日ですけれども、まあ現時点で MLB のレッドソックスに対する調査報告っていうのは、まあ出てきていない状況でして、で、もしかしたらですね、アストロズの一件に対する、まあ MLB の批判、まあ結構ですね、アストロズの調査報告が行われた後にも、まあ結構アストロズへのこう疑惑というのが結構ポンポン出てきましたので、まあもしかしたらですね、MLB としても、まあちょっとそういったところを気にして、レッドソックスに対する調査っていうのを慎重に行っている可能性も、まあおそらくあるとは思うんですけれども、まあ、今回の動画ではですね、一度レッドソックスのサイン盗みの調査に関する情報を、まあ、整理してみたいなと思います。はい、まずはですね、簡単にレッドソックスに対して今かけられている疑惑をちょっとおさらいしてみたいなと思います。レッドソックスはですね、2018年のシーズン中に、まあ、ビデオリプレイルームを使ってサイン盗みをしたという疑惑を今持たれています。で、2018年というのはレッドソックスが、まあ、ワールドシリーズを制覇した年でもありまして、で、しかもですね、あの、アレックス・コーラという、まあ、皆さんご存知アストロズでサイン盗みに関して中心的な人物として、まあ、調査報告書でも書かれていた人物なんですけれども、まあ、こちらのコーラ監督が、まあ、監督として就任して1年目の年の話なんですけれども、まあ、この年にですね、どうもレッドソックスはビデオリプレイルームを使って、まあ、サイン盗みをして、まあ、あの、その情報をですね、二塁走者に伝達して、で、そこからバッターに、あの、サインを伝えるというようなという手法を取っていたみたいなんですね。まああのサインの伝え方としては、まあ、割と古典的な手法とも言えるのかなとは思いますね。まあ昔から、まあ、二塁走者がこうキャッチャーのサインを覗き込んでこうバッターにサインを伝達するっていうことは、まあおそらく昔から、まあ、何かしらやられているとは思いますので、まあそれをですね、まあちょっと発展させたような、まあ、形にはなるのかなと思いますね。で、アストロズは割とこう組織ぐるみでサイン盗みをしていたというところで、まあかなりですね、MLB としてもまあ悪質な例だと判断したみたいなんですけれども、まあ今の報道ですと、レッドソックスの例は、まあアストロズほど悪質ではないというふうには言われています。ただ、レッドソックスは2017年の9月にも、まあ、アップルウォッチを使って、あの、サイン盗みをしたということで、まあ、すでにですね、MLB から、まあ、処分を受けているというところで、まあ、今回のその2018年のサイン盗みっていうところも、が、もしですね、まあ、黒ということになれば、まあ、レッドソックスとしては2度目の違反になるということになりますので、サイン盗みの手法としては悪質ではないにしても、まあ、度重なる、こう、サイン盗みでの処罰というところで、まあです、アストロズと、まあ、同等か、まあ、多少軽いぐらいの処分になるのではないかというふうに今言われている状況ですね。で、そういった疑惑が出た中で、MLB としても、レッドソックスに対する調査を、まあ、ずっと進めているところなんですけれども、まあ、冒頭に言った通り、当初、スプリングトレーニング開始までに、まあ、レッドソックスに対する調査を終わらせるという話があったんですけれども、まあ、ただですね、2月中旬に、まあ、あの、ロブ・マンフレッドコミッショナーが、インタビューの中でコメントを出したんですけれども、まあ、レッドソックスの調査の中で、いくつかですね、まあ、進展したことがあって、再調査の必要が生じた箇所が出てきたというふうに、まあ、コメントを出していました。で、その時点で、マンフレッドコミッショナーは、まあ、そこから2月中旬から、まあ、2週間以内には終わるだろうという話をしていたので、大方の見方としては、まあ、2月末までには少なくとも MLB がレッドソックスに対する処分を、まあ、何らか発表するだろうというふうに言われてはいたんですけれども、まあ、ただですね、まあ、これも冒頭には言ったんですけれども、まあ、アストロズの調査後に、まあ、いろいろな疑惑、まあ、ブザーですとか、あとはあのウォールストリートジャーナルの件もそうですけれど、まあいろいろな疑惑が浮上したというところで、MLB のアストロズに対する調査がまあずさんだったんじゃないかっていうところの批判もまあ結構ありましたので、まあマンフレッドコミッショナーとしてもそこをおそらく問題視して、まあしっかりとこうレッドソックスに対する調査をまあ進めていた結果、まあ調査が遅延しているというふうにまあ言えるのかなと思いますね。で、気になる関係者とあとはチームへの処分なんですけれども、
まあ、前にも言いましたけれども、アストロズほどレッドソックスの件は悪質ではないというふうには言われていますので、まあ、処分としてはアストロズと同等か、まあ、あるいは多少軽い処分にはなるのではないかと。まあ、アストロズに対する処分は、まあ、ジェフ・ルーノー GM と、それから AJ ・ヒンチ監督の、まあ、1年間の職務停止と、まあ、それからドラフト指名権、2020年のドラフトと、2021年ドラフトの1巡目指名権を剥奪されたというところと、あとは500万ドルの罰金というところで、まあ、それと同等の処分、まあ、あるいは軽い処分、まあ、多少は軽い処分になるのではないかというふうには言われてはいますが、ただ、レッドソックスはすでに1月にアレックス・コーラ監督を解任していますし、また、ドンブロスキー GM に関しては、まあ、昨年のシーズン中に解任されているというところと、まあ、あとはですね、MLB の関係者の話によると、まあ、どうも関与していない。サイン盗みには関与していないというふうにも、また言われている状況ですね。で、ここで気になるのが、まあ、選手に対する処分があるかというところになるんですけれども、これもおそらくないというふうに、まあ、言われていまして、というのも、まあ、先日ドジャースがレッドソックスからムーキーベッツをトレードで獲得しているんですけれども、そのトレードの前にですね、ドジャースが、MLB に対してベッツを獲得しても問題ないかというところをどうも確認したみたいなんですね。で、MLB の回答としても、まあ、ベッツを獲得しても問題ないというふうに、まあ、どうも回答していたみたいですので、まあ、ここから推測されるに、まあ、選手への処分もおそらくないだろうと。となると、まあ、チームへの処分としては、もうドラフト指名権と罰金ぐらいしか、まあ、現実的なものはそれしかないのかなというふうなのが、まあ、個人的な予想になりますね。まあ、ドラフト指名権、アストロズの場合は2つ剥奪されましたけれども、まあ、レッドソックスに関しても2つなのか、まあ、あるいは1つなのか。で、罰金に関しては、まあ、500万ドルが、まあ、現状 MLB が設定する最高の罰金額になるんですけれども、まあ、そこまで行くのか、あるいは、まあ、多少アストロズよりは低い額になるのかっていうところはちょっとわからないんですけれども、現実的な処分としては、まあ、この2つになるんじゃないのかなっていうところが個人的な予想ですね。まあ、ただ、アストロズに対する処分も結構軽いんじゃないかっていう意見も、まあ、結構ありましたので、まあ、もし MLB 側がそこの、まあ、批判っていうところを気にしているのであれば、もうもしかしたら、まあ、ちょっと違うアプローチでの処分の仕方っていうのも、まあ、もしかしたらあり得るのかなというところですけれど、まあ、ただアストロズの前例を見ますと、まあ、このドラフト指名権の罰金っていうところに、まあ、落ち着くんじゃないのかなというところですね。まあ、これはこれで、また納得できないファンが結構怒りをMLB にぶつけるような気もしますので、まあ、ちょっと MLB としてもですね、ちょっと難しい判断を迫られるんじゃないのかなというところは、まあ、ちょっとありますね。はい。で、気になる今後の展開なんですけれども、ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者の見解をちょっとまあ読み上げますと、まあ、今週少なくとも MLB がレッドソックスに対しての処分を発表する可能性は、まあ、どうも低いみたいなんですね。で、MLB としては、まあ、レギュラーシーズン開幕までに、まあ、なんとかですね、レッドソックスに対する処分を発表したいというところを、まあ、どうも見込んでいるみたいなんですけれども、まあ、当初スプリングトレーニング開始までって言っていたところが、まあ、2月末までに伸びて、で、今やこう、シーズン開幕までになんとかっていうような風に言っている状況ですから、まあ、これが、まあ、今シーズン開幕までにっていうところが、まあ、予想されているところであるんですけれども、まあ、この状況ももしかしたら、変わりうるんじゃないのかなっていうところは、まあ、個人的に思ったところですね。まあ、MLB としても、なんとかこの件を早く収束させたいと思っていることでしょうし、またファンとしてもですね、やっぱりこう、サイン盗みで、まあ、いつまでも盛り上がってもなかなかこう、レギュラーシーズンへ気持ちがいかないところもありますので、早くですね、この件が収束するといいなとは思っているんですけれども、まあ、ただレッドソックスの件、実際どういうふうに、まあ、結末を迎えるのかっていうところは、まあ、ちょっと今後注目して見ていきたいところですね。ということで今回の動画は以上となります。皆さんはどうお考えですかね？やっぱりレッドソックスに対する処分、まあ何が妥当か、まあアストロズの件も踏まえてですけれど、まあそういったところもですね、ぜひコメント欄なんかで聞かせてもらえると幸いです。まあ個人的には今回のレッドソックスはやはり2度目のサイン盗みでの違反というところで、まあ多少ですね、多めにこう処分を下してもまあいいんじゃないのかなというところは思ってはいるんですけれども、まあ、ただもうすでにですね、まあ、コーラ監督もドンボロスキー GM もチームにいないというところで、で、しかも選手に対する処分っていうところも、まあ、アストロズでしなかったというところもあって、まあ、ちょっとやりにくいという状況もありますので、まあ、ちょっとですね、重い処分とは言ってもなかなかやれることも少ないのかなというところが、まあ、個人的な意見ですね。というところで皆様のご意見なんかもですね、聞かせてもらえると嬉しいです。またですね、今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、良ければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。